フランジェリコ、イエスの捕獲、キリストの捕獲は、救世主、イエス・キリストが十字架にかけられるために逮捕されたことで、ある。自分が捕らえられて十字架にかけられることを知っていた、イエスは、月セ真似のソで祈っていた。三度祈って、確信を得たイエスは自ら捕らえられるために、進んでいった。その時、イエスを捕らえるために、蔡市長と長老たちと神殿の万兵とさらに、 ローマ兵も加わっていた。彼らはイエスを逮捕するために裏切ったイスカリオテのユダの先導によって集団で訪れた。暗い中でもイエスを捕獲できるように口づけをするという合図が決められていた。先にイエスが誰を探すのかと尋ねたが、ナザレジにイエスをと彼らは答えた。それに対して、それは私ですと答えた。この言葉を聞いて彼らは後ずさりして、 地に倒れた。ユダが集団の中から出てイエスに元に行き挨拶して合図の口づけをした。そのユダに友よ何のために来たのかと尋ねた。イエスの弟子の一人が剣を抜いて大祭司のしもべを切りつけて耳を切り落とした。それをイエスは制して剣を収めさせた。そして耳を切り落とされたしもべを癒された。イエスが語っている間に 弟子たちは逃げ出した。そしてイエスは自らを明け渡して裁判を受けるために連行されていった。ありがとうございます。